お疲れ様です。お疲れ様です。お、東京の知り合いがエコキュートをつけたいって言ってるんですけど、はいはいはい、ネラ君のとこ宮城じゃないですか、はいはいはい、ぶっちゃけね、どういうとこでね頼んでいいのかっていうのをちょっとね教えてほしいんですよ。そうだね、俺行くわけにいかないんで、東京の方なんですよね。そうですね、割高になっちゃうからね、交通費だけでね。エコキュートって結構流行ってるでしょ。まあ結構つけきった感もあるんだけど、エコキュートが流行って需要があるからこそ、取り付けの業者めっちゃ増えてんだね。本当にびっくりするぐらいの勢いで増えてるし、ネットでさ、エコキュートスペース取り付けスペース業者とかって入れると日に日に増えてんだね。あれ昨日までねえぞこんなページみたいなのもあるぐらい増えてるから、マジでね今ネットだけで探しきんのって大変で、やっぱりね需要があるとね悪いこと考えるやつが出てくるんですよ。もう本当にね、悪徳業者にマジ注意必要で、見抜くポイントかな。東京は俺どうなんだかネットで調べたことないからいまいち分かんないけど、まあ俺の過去の動画をね見て、ネットで探す場合どういうところに注意したらいいかみたいな動画もあるから、それ見てもらうのが一番いいんだけど、簡単に言うと今までの施工事例とか実績は間違いなく必要だし、資格かな、なんか形としてあるものをちゃんと見せてもらわないとちょっと怖いかな。電気工事士と給水装置主任技術者みたいなのはあっていいものだから、会社としてのその資格もあれば、観光事業とかさ建設業法とか持ってるのはやっぱ大事なんじゃないかな。ネットで今そこまで見れる時代だから、3個4個ポンポンポンってホームページ見てみてさ、なんだこれさっきのと全く同じような内容じゃねえかみたいなホームページってあるじゃん。ワンページで全部言っててさ、金額が今ならこうとかだけ書いてあるようなさ、あれはちょっとやめた方がいいんじゃない。簡単に見抜けるやばいやつだよね。やっぱ施工実績だね。例えばだけど最近の日付で更新されてたりとか、死んでんじゃないのこのホームページっていうのもあるでしょ。たまに作るだけ作って更新されてるかどうかも分かんないようなやつ、ああいうのとかはもうやめた方がいいと俺は思うけどね。なんか値段だけ書いてあるようなやつとかは怪しいですね、うん、怪しいんじゃないかな。スピードだ、速い安いみたいなやつは、なんか電話番号だけあとポンって載ってていつでもご連絡をみたいなのは、俺はちょっと、宮城県の業者ってほとんどそうなんだけど、まあ施工事例とかってやっぱ更新するのよ。でエコキュートだけのサイトを作ってたとしても、その中身って更新していくのね。更新してるっていうことはそのサイトに結構ちゃんとこう気持ち入ってるでしょ。でエコキュートを売るそのサイトに対して気持ちが入ってるってことだから、ちゃんとやる気になってやってと思うんだよね。うん、でもそれがもう一回も更新されてないやつとか、あと明らかにこれ1日で全部書いたろこの記事みたいなさあるじゃん。あ、そういうのが見受けられるようなページはもう作るだけ作って、あとお客様引っかかればラッキーぐらいに考えてるようなページはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思うけどね。逆に数がいっぱいいるんだから、業者さんいいところもいっぱいあるはずだから、悪い業者さんも多いだろうけど、いい業者さんに当たる確率も高いと思うんで、なんで、まあ、いろんなところにそれこそね一発でガーンって決めないで、あいみつ取った方がいいです。今壊れてるわけじゃないんでしょ、交換を検討してんだろうね。そうですね。でしょ、したら早いうちに壊れる前に見積もりを3社4社って取って、金額的にも見るのもそうだし、その人たちとこう話をしてね、まともな業者かって見抜けると思うから、話をすれば。見抜くポイントって他にないんですか。じゃあ俺が悪徳業者としてやって悪いことしようと思うんだったら、面倒くさいお客さんだったらもういらないから、うん、確かにでしょ。だから少し面倒くさくなるのはいいかもしれないね。見積もりわざと取って温めたりとか、うん、あとなんだろう、下見うちいらないです、これだけで見積もり出せますからとかって言ってくる業者もいるでしょ。絶対ちょっと心配だから一回来てよって見積もりしにとか、うん、じゃないとうちも不安だからみたいなこと言ってね、ちゃんと来てくれてちゃんと下見をしてってくれるようなとこがいいよね。うん、悪徳業者ってすぐ金になるなんて嫌だろうから、うん、そんなのめんどくさいだろうから。質問が、はい、悪徳業者かどうか分かんないけど、やっぱりうちにこう見積もりに来た時になんかいろいろ言いくるめられて、オプションとかなんかね、あれこれ高くなるんじゃないかなとかってちょっと思うんですよ。まあ他でも見積もりあいみつをほら取るだろうから、一社じゃないでしょ、その一社しか取んないだったら
オプションいっぱいつけられた見積もり機って不安になるかもしれないけど、他ではつけてないわけでしょ。だったらそっち選べばいいし、そうかそうか、うん、そのオプションがなんでつくのかっていう理由もちゃんと丁寧に説明してくれてんだったら、もしかしたら本当に必要なもんかもしれないしね。それは逆にオプションがついてない今度業者に言えばいいんだよね。他の業者はこういう見積もりでこういうオプションついてきてるんだけど、お宅の工事の場合はこれは大丈夫なんですかって、なくても大丈夫そうでしたかっていう聞き方すれば失礼じゃないだろうし、そういうやり方やっぱね、あいみつは絶対大事だね。あいみつ取れば解決するものが結構多いね、うん、って俺は思いますけど、値段だけじゃなくてそういう対応とかも含めて、そう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 、比べられるってことですね。うん、それが一番だと思いますよ。あいみつ取るって言われただけでも引いてく業者とかもいるから、あ、じゃあうちいいやつって金額いきなり高くドーンって出したりとか、そういう業者もいるんで、そういう防御は自分で貼っとくのが大事かもしれないですね。そこまでやってもどこも一個も信用できない、もう不安だってなったら俺にくださいね、連絡ね、はい、うん、それでいいから。それはやっぱりね、信用できる業者さんを今までこう知り合いでいっぱいいるかいないかっていうのもあるだろうから、長野人がいるからね、ラッキーなことに。そうですね、うん、全然言ってもらえれば俺最終手段で行くんで、東京まで全然大丈夫です。ほんと気をつけてっていう感じ、悪いことを考える人が増えたから、ぜひそうお伝えください。そうですね、はい、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain'tFor two, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all.